久保さん。まあ、人生って何なんでしょうね。まあ、僕は最近思うことがあるんですけど、人生ってなんて無意味なんだろうって思いますね。<laughs> 無意味やなぁ、みたいな。もう何のために生きとんねん、みたいなね。最近すごく思います。まあ、それと同時に、この無意味な人生にどう意味付けしようかなっていう。この無意味な人生をどう楽しもうかなっていう感じですかね。なんかその、 生きてる意味って本当に僕はないと思うんですね。<laughs> まあいろいろ勉強していろんなが概念を入れた結果、最終的に生きる意味はないなっていうことに結論行き着いて、もう全く意味ねえな、みたいな。地球破壊してるだけだしな、と。<laughs> まあ地球さんにとってはね、人間最低ですから。あの、そう。あの、僕ジャパネット好きなんですけど、 なんかあの、ジャパネットでね、あの、今なんかね、やってんすよ。あのー、下取り還元祭みたいなね。そう。でも、お冷蔵庫、もう、10年ぐらい使ってませんかと。そろそろ買い替えじゃないですか、みたいな。<laughs> ね。そう。生きてると、冷蔵庫買い替えるんすよね。何か買い替えるんすよ。 買っては捨て、買っては捨て、買っては捨てっていうね <laughs>。ねえ、何なんでしょうね。買っては捨て、買っては捨て、売れられな、あの、売れなかったものは捨てられ。なんかね、これもなんかでやってたんですけど、なんかのその、船の、船のボーイさんかなんかす、 あのウェイトレス、ウェイトレスじゃないな。なんかそのパーティー料理とかね出してた人がいるらしいんですよ。そこで、そこで働いてたみたいな。でね、毎回そのパーティーすれば、あのパーティー料理ってもうほぼ100%残るらしいんですね。まあ、全部食われることがってほぼないらしいんですよ。ね。で、毎回そのバーって出して、毎回バンバン捨てて、で、また作ってね。またバンバン捨てて、また作って、また,またバンバン捨てて。 こんなんやってていいのかなってその人は思ったらしいですね。<laughs> 毎回作るじゃないですか。出しますよね。捨てますよね。<laughs> で毎回作って <laughs>。こんなことしていいのかなと。で、その人はなんか起業して、あの、賞味期限切れのを分けありみたいな感じで売り始めて、起業して2年ぐらいかな。なんか報道されてましたね。なんか償いです、みたいな。今までその、 ご飯バンバン捨ててた償いで、まあ賞味期限がね、切れてても、まあ食えないことはないし、だから、でも賞味期限切れるとめちゃめちゃ安く仕入れられるんで、まあそれを分けりっつってことで有料で売ってくっていう。だかもうクソ安いみたいなね。うん。まあそういう話もあってましたね。だからまあ生きてるだけでね、廃棄物なんで、あの、ほんと生きてる意味ないですよ。うん。 結局生きてる意味ないけども、結局生きなきゃ、うん、なんだ、生きるを選択するんだったら、その意味ない人生にどう意味づけするしかないですよ。でもその意味付けっていうのは人それぞれでいいと思うんですよ。俺は、例えば、これをやるために生きてるんだとか、生まれてきたんだ、運命なんだ、使命なんだ。うん、その人の使命ですよね。その人が勝手にそう思ってるだけであって、<laughs> あのー、いいじゃないですか。 だ自分の生きる意味を自分でつけなきゃダメなんですね。自分の生きる意味を自分でつけなきゃ。最終的には。最終的にはね。でも、それが非常に難しいので、いろんな勉強は必要かもしれないですけどね。うん。いってらっしゃい。